はい、皆さんこんにちは。今日も幸せを招く先祖とお墓の時間がやってまいりました。御国の代表者の糸数です。今日もよろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 また FM ギノワンではツイキャストと YouTube ライブでの映像と音声を、ネット配信していますので、 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。スマホの場合はリッスンラジオから、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、この後11時までよろしくお願いします。それではここで1曲お届けします。はい、皆さんこんにちは。今日も幸せを招く先祖とお墓の話がやってまいりました。今日も、ナビゲーターを務めさせていただきます御国の糸数です。今日も、私にとってすごく頼りになる FM ギノワンのまなみさんが、
一緒に、コーディネートしてくれます。まなみさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、2週間ぶりですか。はい、うん、どうですか、久々ね、生放送でどうでした、この、はい、先週、うん、先週私久々に運動しに行ったんですよ。先週末すごい暑かったので、はい、で友達とウォーキングをしたんですけど、うん、半袖で普通に全然歩けて、うん、でもすごいあの運動して気持ちよかったです。あ、よかったね、はい、でやっぱり今の季節だと少し、うん、まあ、暑いといえどやっぱり夏ほどすごい蒸し暑くはないので、はいはい、過ごしやすい時間帯は朝、時間帯は、ちょっと夕方に近い時間帯でやったの で、で雨も止んでくれて、うん、すごいなんかいい運動になりました。あ、よかったね、よかったです、はい、なんかね、あのなかなか室内で仕事してると、はい、あの歩くっていうことなかなか忘れちゃいますよね。なかなか、はい、うん、だから僕もね、あの、朝ウォーキングするっていうのがもう日常の生活の中に一応入ってるんだけども、はい、やっぱりあの頭がほら覚醒するでしょ、目が覚めるっていうの、はい、僕は朝しかしないんだけども、うんうんうん、あのあれですね、やっぱコロナでいろんなものが大きく変わりましたよね、はい、そういった面では ね、当たり前のことがなかなか当たり前じゃなくなるっていうね、はいはい、今回もマスクつけて一応友達と歩いたんですけど、うん、あの陸上競技場行ってちゃんと、うん、でもマスクつけながらだとなんかよりなんだろう、肺活量を鍛えられた感じがありましたね。あ、はいはいはい、はい、そうだよね、うん、過去の人生の中でマスクをつけて何々ってないからね。ないですね、うん、だからね、本当に僕もこの頃ね、あの、はい、ビフォアコロナっていうの、はい、前のコロナの時代、うん、ね、戻れないっていうでしょ、はい、そうですね、ね、あ、もうこれから先はそういうもうちょっとコロナ見据えた生活になっていきますもん ね、だから僕はもうあのもう1日2回あの、スポーツジムで水泳をもうどんどんにやって、はい、トレーニングをしてサウナに入るっていうのがもうもう嘘みたいな、はい、ね、あんなことできてた、そう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 、時代があったんだじゃないですか。この間ね、あの半年間ぐらい休会してたんだけど、はい、ついにね、戻ったんですか。いや、もうあの、あの、もうや、うん、もう大会っていうの、うん、そしたら聞いたら4分の1ぐらいに減ってるって言ってたね、うん、だからね、僕はやっぱり あの、あれだけ大きい施設を運営するって大変だろうなって、うん、あの僕もやっぱ経営者の一人だから、はい、特に あの、あれだけ大きいハードを持ってる人たちは本当にこれから大変だなと思いながら、うん、あの手続きしながらね、はい、頑張ってほしいなっていう気持ちでね、うん、あの終わったんですけども、はい、いかんせんやっぱり健康であるっていうのは感謝ですよね。そうですね、うん、当たり前のことが当たり前じゃないっていうことがね、はい、感謝です。はい、はい、まなぶさん、今日はね、埋蔵文化財とお墓っていうことにあの話したいんだけどさ、はい、まなぶさん、あの文化財とか埋蔵文化財ってなんかあのイメージなんか考えたことある？埋蔵文化財、うんうん、まあ、なんかこの家、まあ、地元で、うん、あの新しく大きい建物を建てるっていう時に、うん、結構工事をしてる時に、うん、いろいろ遺跡が出てきたりとか、はいはい、っていう話は昔から聞いたことがありますね、うん、もうまさにその通りですよね、うん、はい、うん、僕らもね、あのお墓をあのやるときに一番、はい、あの出てほしくないなっていうのが2つあって、はい、その1つは埋蔵文化財、埋蔵文化財、もう1つなんだと思う？沖縄ならでは、骨、あ、骨も、あ、不発弾ですね、はい、そうです、うん、でその2つなんですね、はい、不発弾はこれこそあのほら爆弾なんかだからもう大変な、ね、うん、爆発とかするので、はい、それは、あの警察呼んで自衛隊、うん、まあ、過去何回かあったかな、うん、あの呼んであのジープで撤去してもらうっていうことが、はい、ね、まあ、あの、あるんだけども、この埋蔵文化財に関してはもう本当にガチガチの法律があるので、はい、あのそれに従わないといけないっていうことでね、うん、あの要はこのあの沖縄で実際にあった話、埋蔵文化財 と、お墓の移築についてちょっと話しようかなと思ってるんですね、はいはい、あの念のために埋蔵文化財っていうのはどういうものかっていうと、はい、ちょっと調べてきたのでちょっとだけあの呼びますね、はい、あの埋蔵文化財っていうのは、土地に埋蔵されている文化財、主に遺跡と言われる場所のことですと、うん、埋蔵文化財の存在が知られている土地、
全国でどのくらいあると思いますか。どれくらい、うん、たくさんだいぶありそうですよね、うんうんうん、100単位ですか。もっともっと、うん、46万箇所あると。46万箇所、うん、毎年9000程度の発掘が行われているって、はい、すごいね。うん、うん、これはあの埋蔵文化財っていうの文化財保護法っていうので、はい、これ文化庁っていうところがやってるらしいんですけども、それによって、文化財保護法で周知の埋蔵文化、財において土木工事などの開発事業を行う場合には、うん、都道府県、政令指定都市の教育委員会に事前に届け出をして、また遺跡を発見した場合は届け出を行うように求めていますということで、うん、所有者が明らかな場合を除き、発見者が所轄の警察署へ提出することになっているっていうねぐらい、うん、あの厳しい法律。そうなんですね、うん、なんですね、はい、だから、その経緯については、はい、開発事業者に協力を求めていますと。事業者負担って、はい、怖いね。ただし個人が営利目的でなく行う住宅建築など事業者に調査経費の負担を求めるのが適当でないと場合には、はい、国庫補助金公費によって実施される制度もありますっていう。ちょうど先週かな、奈良市の方でうちもあの1000坪ぐらいのところのね、はい、埋蔵文化財の調査があったんですけど、無事ないっていうことが分かったので一安心して、はい、ですからそういった面でやっぱり私たちは、うん、ある意味法律によって、生活してるでしょ、はい、だからこの開発していくことと、うん、そういう文化財を守るっていう両方がやっぱり大切っていうことですよね、うんうん、ですからやっぱりなんていうのかな、こう昔の人たちの生活とか、はい、博物館とかあるでしょ、はい、ああいうところに行って、僕は個人的に好きなので、うん、考古学とかね、はい、私も好きです ね、はい、なんかそんなに変わらないんだよね昔と今とね、うん、はい、どんなにコンピューターが進んでたとしても、うん、はい、昔の人の知恵ってすごいですもんね、はい、そういったことで、文化財を守っていくっていうことで法律でね、うん、毎年9000件ぐらいのものが埋蔵文化財が、はい、保存して活用されてますよっていうことですね、はいはい、ですから文化財と私たちは、ある意味で切っても切り離せないっていうことなんですね、うんうん、それで今日はね、お墓のためにモノレールが迂回するっていう玉城長君のお墓とゆるいレールの関係っていうことなんですけども、はい、丸部さん、ゆいレール乗ったことある？私、うん、あります、うん、どこぐらいまで乗った今？全部というか一応乗りましたよ、うん、手田小浦西駅が今、うん、端っこになってるじゃないですか、うん、手田小浦西から那覇まで行ったことあるので、うん、新しい区間は全部一応通りました。あ、はい、空港までは？空港まではまあ、行ったことはあるんですけど、うん、この手田小浦西から空港まではまだ行ったこと、全部通してはまだ行ったことないです。僕もね、息子がちっちゃい時にはね、はい、そのモノレールに乗せて、はい、すごいキャッ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 喜んでたのを思い出すんですよね。でね、この手田小の、まさに周辺で、はい、浦西首里駅から浦西駅までね、ものすごい時間かかったのを覚えてます？はい。とってもかかりましたよね。とってもかかりましたよね、はい、今日はこの辺の話をね、はい、話しますので、じゃあ一曲まずかけましょうかね。お願いします。主よ、あなたの御手は私にとって愛と恵みに満ちた御翼です。詩編91編には、主はその羽を持ってあなたを覆われる、あなたはその翼の下に酒どころを得るであろうと言います。主のもとに安らぎと平和があると心から賛美しましょう。Thank you.
はい、まなみさんが言ったモノレールの話なんですけどね、ちょっと私がこの記事書いてたのがもう今月先月か10月にちょうど書いたんですけども、はい、ちょうど1年前の、2019年10月にユイレールの、延長区間である首里駅と手田湖駅が開通したって、浦西か、はい、浦西駅間が開通しましたっていうことなんだけども、はい、まあ、番組の音楽かけてる時も話したんですけども、はい、その前後から一部話題になってたのが途中の前田駅付近で、軌道が不自然にカーブしてるのはなぜかっていうことで、あ、はい、ね、ものすごくあそこの工事が時間かかりましたよね。はい、結構かかってましたよね、うん、トンネルが開通するのも結構時間がかかってたなっていう印象があります。私が結構ちっちゃい時から、うん、本当にあった気がします。 はい、あそこの上はお墓もあったからね、はい、その答えとしてずっと言われてたのが人間国宝であった玉城長君のお墓を迂回するという説があったっていうことなんですね。玉城長君については後で話しますので、はい、この延長区間は1周年を記念して、去年ですね、はい、今回現地調査も私たち行ったんですけども、はい、モノレールと文化財にお墓について一緒に考えていきたいなっていうテーマを今回は、持ちましたね。はい、はい、まなみさん、玉城長君って聞いたことある？はい、組踊りの、そう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 ね、方ですよね。そうですね、創始者ですね、はい、まあ、写真があるんだけども、皆さんに見せられないのが残念ですけども、うん、こちらが玉城長君のお墓ですっていうの、積まれた石の中にね、長君さんの、はい、ご遺骨があるんですけども、うん、この玉城長君さんっていうのはどういう人かっていう、どうしてそこまで、国が躍起になってこのお墓を迂回したかっていうことなんですけども、はい、この玉城長君さんっていうのは1684年に生まれて、はい、1734年に亡くなった方なんですけども、はい、本当に50歳ぐらいで亡くなってるんですね。はい、はい、で今から300年前ぐらいの大体話、はい、生きた方で、もともと首里の王家の血筋に属する人だったって言われてるんですね、はい、うんうん、琉球王朝の役人でもあって、そしてまた中国皇帝から の使者である殺法師をもてなすための役職である、これなんていうのかな、まなみさんなんていうのかな、はい、これ殺法師の、役職である、はい、武法業というのかね、これ任命されたって、ね、ごめんなさいね、はい、ちょっとラジオ生放送で、はい、ですからすごく養殖にあったっていう方なんですね、うん、この玉城長君は組踊りを作り上げましたと、したがって玉城長君は組踊りの創始者ということになりますということなんですね、はい、うん、で組踊りって何なのかっていうことなんですけども、はい、私はもう個人的に沖縄の国立劇場 の、はい、ずっとサポートスポンサーとしてさせていただいてるんですね、会社は、はい、組踊りは沖縄が世界に誇る舞台芸術ですよっていうことで、丸山さんどんなですか、組踊りって目の前で生で見たことある？はい、高校の時にそういうちょっと文化体験みたいなもので、うん、国立劇場沖縄に見に行ったことがあるんですよ、うんうん、でも面白いですよね、終身金入りを見たんですけど、おすごいよく覚えてるねとっても印象に残ってます、うん、はい、なんか解説とかもあったので、うん、分かりやすかったので印象に残ってるのかな、あですよね、す、あすごいね、はい、普通ね寝たりするけどね興味のない人はそうです、ね、僕はねもうものすごい好きだから、はい、一人でも見に行くんですけども、組踊りは皆さんのために分かる人は復習で聞いてください、はい、組踊りは歌と三味線による音楽とセリフ、舞踊の3つを組み合わせた歌劇です、うん、歌歌舞歌劇ですね。玉城長君が能、とか狂言とか歌舞伎なども取り入れた18世紀ぐらいに初めて完成されたっていうものなんですね、はい、当時沖縄でこういう歌舞伎とか狂言とかがまだ全然皆さんが知らない時に、うん、玉城長君は、はい、そういうのを組み合わせたっていう、うん、まあ、今で言うとチャンプルーですね、はい、
普通だったらそういうことっていうのはご法度なんですけども、玉城長君は新しい、はい、あの分野を盛り混ぜて、そうなんですね。で、音楽とあの言葉と踊りはもちろんですけども、あの筋立てや、衣装も含めて琉球芸能の宝石箱のようなものだって言われているものなんですね。素敵ですね。日本の歌舞伎、ヨーロッパのオペラとかアメリカのミュージカルと、ミュージカルとも並ぶ沖縄が世界の舞台芸術ですよということですね。長君の作品の中で300年経った今でも人気が高いのが終身金入りという作品ですと、先ほど言ったやつね。有名ですね。ね、有名ですよね。はい、去年でしたっけ、300年の大きなイベントがありましたよね。はいはい、僕もあの、袖で見てたんですけども、なんかね、あの300年前に、はい、今みたいにさ、あのネットがないんですよ。ググったりとかできないのにこんなのができるってすごくないですか。はい、そうですね。ね、今だったらさ、あのググってさ、あのコピペしたりとかさ。できるけど、タモクスク長君の時代ってないんだよ。ないですね、もう。今はまなみさん、あの、はい、1日1回ググらないことってある？あ、ないと思います。もう常に何か気になったらすぐ。病気だよね。はい、もうほとんど毎日なんだよ、あのでしょ、はい、1日1回ググるでしょ、はい、あのあググるっていうのはラジオを聞いてる人で知らない人のためにあの検索するっていうことで、はい、私たちはもうスマートフォンで何から何までも全部あの検索ね、ググってるんですけども、はいはい、この300年前に本当にネットもない時代にそういうことを、作ったっていうのは天才としか言いようがないですよね。はい、本当に。まあ、これはあの、まあ、イケメンで有名なあの中城若松が奉公のために一人日が暮れてしまったので近くの民家に泊めてもらいたいと、頼み込みますと。そこに住む女が親が留守だったと言って一度こだわりますが断るんですけど、相手が以前から好きだった若松だと知ると止めてくれましたっていう、ここからストーリーが始まってきますよね。そして女は若松に言い寄りますが、怖くなった若松は拒否して逃げ出し近くの寺に助けを求めますと。住職は若松を一旦金の中に隠しますが危険だと判断して他に移しますっていうストーリーなんですね。金を見つけた女はあの金が怪しいと逆上し金の中に飛び込んで、鬼の女に変身して、はい、それを住職たちが、暴力を使って追い払うというストーリーですけども、能や歌舞伎で人気の、これなんていうのか、同性児ものを取り入れ、はい、沖縄風にアレンジされたしたとされていますっていうことなんですけども、すごいですね、このすごくないですか、ストーリーもちゃんと、このストーリーも普通だったら、はい、ほらあの恋に落ちるっていうストーリーなんだけども、はい、あえて、恋に落ちないというストーリーを作ってるんですよ、はい、ですね、これってすごくない、はい、面白いです、大きな展開ですよね、はい、あのラブ、あのしかも女性が、うん、狂気してしまうっていうのが、そう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 。この辺はね、もう本当にもう天才としか言えない、あの普通の起承転結からいくと考えられないようなストーリーなんですけども、はい、ですから、この、組踊りとか玉城長君の、あの力っていうのはすごいっていうことがこれで分かるんですね。はい、うん、一応そういうことで、今回のモノレールの件は、はい、玉城長君のお墓が、そのまま行くと玉城長君の墓にぶち当たるから大きく、はい、カーブしてる、カーブしたっていう、そのカーブするためにものすごいの費用がかかったって言われてるんですね。ああ、うん、でもそうですよね、本来だったらまっすぐ行っていいところを、うん、でカーブすることによって用地回収もすごいでしょ、はいはい、うん、だからね、やっぱり私たちはあの文明っていうのと文化っていうのがあるんですけど、はい、やっぱりこういう文化っていうのを守っていくっていう、はい、あの経済性だけ求めていくと、ね、もう叩き壊しちゃえって、はい、壊して、そうですね、でしょ、うんうん、あの文明のため考えると、はい、経済性だけ考えると、はい、もう最短距離の方がいいですよね、はい、でもそうじゃなくてちゃんと文化も大切にして、文化も大切にしてっていうことで、これはね、僕はね、あの今回のコロナで痛切に感じたのは、はい、イタリア、フランスとか、あの
あヨーロッパはほら、うん、コロナかかった時に、はい、そのミュージシャンとかその芸術性を守ってるさね、はい、国がお金くれて、うんうん、分かりました、はい、あの日本はほらサポートできないでしょ、うん、これってすごい差だと思いません、ね、うん、コロナであっても彼らを、はい、国が必死で、うん、保証してくれてる、うん、保証してるっていうのは、うん、はい、本当にヨーロッパの文化があれだけあるっていう、うん、ね、はい、苦しいんだけどもその人たちを守るっていうことはとても大きいなっていう、うん、だから僕はこの日本もね捨てたもんじゃないなと思ったのはこの玉城長君のお墓を守ってくれたっていうのは僕にとってはとても大きなこと、うん、ね、ある人たちからすると公費の無駄だっていう方もいたんですね、うん、実際新聞にも出てたし、はい、なんで一位、ね、うん、人のためにこうするんだっていうのはあったんですけども、はい、今となってはね、すごいですよね、うん、やっぱり文化を守るっていう、守ってるんだなっていうのがっていうことですよね、はい、うん、まなみさんどうですか、うん、今まあ、今このまたね、はい、この若さですけどもやっぱりそういう文化っていうのを守ってるって身近に何か感じるのあります、沖縄にいて。あ、でも最近この首里城に行ったんですけど、うんうんうん、でこの首里城行って、うん、まあ、正殿はなくなってたんですけど、うん、なんかいろんな形でちゃんと残ってるものとかを、うん、そう展示してたり、この復興の過程を見えるようにしてたりとかっていうのを見てたら、で、うん、そう見てたら、ああやっぱ首里城ってやっぱ大きな沖縄の人にとっては存在だったし、うん、でそれをやっぱみんな、ま、守っていこうってしてるから、うん、ああやって今も残ってるんだなっていうのをちょっと感じました。すごいよね、はい、僕は海外であの時ね、うん、イスラエルかどっか海外にいてる時にその、ニュースに出てたわけですね、はい、そう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 、その時にやっぱりね、うん、やっぱり終わったら僕らうちなんちゅうだなっていう、うん、ね、思いましたね、うん、まあね、宗教観とかいろんなことはあるかもしれないんだけども、はい、やっぱりシンボルっていうことに対しては、うん、やっぱり大切だなっていうことを思わされた、ね、うん、大きなあれでしたよね、はい、はい、じゃ次はですね、組踊りの継承っていうことで、はい、発展のための国立劇場っていう話なんですけども、うん、はい、丸部さんさっき国立劇場の話しましたね、はい、どんな国立劇場、うん、ね、あれから何か行ったことある大学、高校生、高校を卒業してからは一回、うん、知り合いの演劇がこの国立劇場で行われてたので、うん、それを見に行ったんですけど、はいはいはい、なんかまあ、全く組踊りとは違う舞台だったんですけど、うん、はい、沖縄をモチーフにした舞台ではあったんですけど、うん、なんか組踊りとはまた違った形でこうやって演劇も見れるんだっていう経験でしたね、うん、そうですね、はい、国立劇場ってそんなに日本にいっぱいあるわけじゃなくて、うん、特に沖縄に、この国立劇場があるっていうのはすごく僕も誇りだなと思って、はい、ね、前はね2ヶ月に1回ぐらいは確実に会員なので行ってて、うん、1ヶ月に1回行ったりもしてたんだけど、今コロナでね、はい、だいぶもう今やらなくなったので、新たにね国立劇場についてね、はい、ちょっと説明するとですね、はい、当初この組踊りは殺風市を接待する、中国からのですね、はい、殺風市を接待するために上演されたものですが、うん、士族階級の娯楽として発展してたっていうですね、はい、まあ、明治に入ると一般庶民にも、親しまれるようになったっていうことですね、1972年の沖縄の復帰と同時に国の重要無形文化財に指定されているっていうことですね、はい、うん、はい、ですからこの組踊りの継承発展を主な目的に2004年には浦添市に国立、劇場沖縄もオープンし、上演はもちろん、演者の養成も行われているという、2004年だから今から16年前だね、うん、もうそんなに経つんですね、経つんだね、すごいね、はい、こういうことでですね、じゃあ今日の本題にもう一回戻していくんだけども、はい、お墓は浦添のトンネルの上っていうことなんですけどもね、
沖縄の伝統芸能の世界で最も尊敬されているのが玉城長君ですよね、はい、ということで、うんうん、これお墓が浦添市の前田トンネルの上にあるのですということなんですけども、はいはい、それは何でかっていうと、さっき話したようにですね、この、乗った人は分かるんですけども、はい、トンネルの真上にはこう森がこんもりとしてあるんですね。ありますよね、はい、ですから、その斜面、あの北側の斜面にこのお墓があるんですね。ですから、この案内板によると、お墓は石積みで曲線を多用しているのが特徴で、だいたい17世紀か18世紀に作られたっていう。で、当初何が時間かかったかっていうと、はい、このトンネルを掘るときに上に玉城長君の、あるから、はい、ものすごく時間をかけて何度も何度も調査して、掘削をしたっていう経緯があるんですね。うんうんうん、ですから、工事関係者によると、本当に何ていうの、時間もかかるし、はい、大変な工事、うん、難工事だったって言われているんですね。はい、首里駅から、手田港浦西駅に向かうと、京塚駅を出たところで、モノレールは一旦大きく右にカーブしますよね。はい、わかります。右にバーってやりますよね。はい、うん、行きますね。ね、はい、前田トンネルの真上を左に見ながら通過して、直後に左へカーブして浦添、前田駅に向かうんですけども、はい、で、玉城長君のお墓は迂回するとトンネルの東側に膨らんでいるように見えるっていうことなんですね。京塚駅の下から見ると、軌道がトンネルの右側に膨らんでいるのが分かりますということで、はい、これはね、多分皆さん一度行ってみてね、やると、そうですね、あ、こういうことなんだっていう、うん、が理解できると思うんですね。実際乗ってみてもいいかもしれないですね。あれだけね、急にカーブするっていうのはね、はいはい、珍しいですよね、はい、だからね、本当にね、僕は個人的に玉城長君大好きだったので、はい、やったーっていう感じ。普通方法はね、移築する方法と、そのままそれを迂回する方法って多分いろいろ揉めたかもしれないんだけども、はい、やっぱりその当時の文化人の人たちが、移築するんじゃなくて、そのまま文化財保護法に基づいて進めていこうっていうのが、とても大きなね、功績じゃないかなって思うんですね。はい、それではですね、次の曲を聴いて、文化財保護のための迂回についてちょっと話していきたいと思います。主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。
あなた方は世にあっては観難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。はい、後半のまとめに入りますけども、はい、この文化財の保護 と、開発っていうのは毎回そうですけど、いろんなところで議論になることがありますよね、はい、ですから、両方大切なんだけども、それを文明の開発だけを見た場合は、はい、文化っていうのはね、どうしてもあれなんだけども、はい、文化っていうのは1日で作ることができない。できないです ね、文明っていうのは、うん、時代が発展するためにできるんだけども、はい、文化っていうのはやっぱり時間がかかるっていうことですよね、はい、うん、個人的にね、僕子供の頃ね、はい、まあ、今はもちろんできないんだけども、はい、一番なりたかったのが僕考古学者だったんですね。おー、うん、それくらい好きなんですか。考古学は未だに大好きで、はい、本当に一見まあ、ピラミッドもそうですけども、いろんなところの、はい、考古学をやるっていうのはめちゃくちゃお金がかかるさね、うん、かかるんだけども、じゃあどんなメリットがあるのっていうと、ほら目に見えるメリットそんなにないですよね、はい、考古学砂漠でこう掘ったからって言って、はい、それが見つかったからって言って、何かね、何かなる、がんの特効薬が見つかるわけでもないし、ね、はい、でも、そう、まあ、そうですよね、はい、でもそれがとても大切なことってあるのかなっていうのがあるんですけどね、はい、で今回のこの玉城区長君のことを考えた時に、はい、まあ、これ噂っていうか実際そうかもしれないんだけども、はい、
この最初からこのトンネルをやるときに、ね、いくつか の, あの案があったって言われてるわけね。一つは、このトンネルの真上をあの直進するっていう方法、はいはい、最短距離で、うんうん、その方がすごくあのコースが短くなるので、はい、建設コストが相当抑えられるって試算が出たんだね、はい、試算が出たんだけども、その当時の人たちが、はい、やっぱ文化を残そうということでですね、うん、しかし、そのためにはこの玉城長君のお墓を壊して、他へ移さなければいけなかったと、はい、いうことで、うん、まあ、他に移すっていう行為も悪くないですよね、はい、あの僕らお墓 の, あの毎回あの引っ越しって普通にやってるので、うんうんうん、ただあのそのままを移築するってなかなか難しいですよね、はい、うんうん、あのまあ、技術でそのままあの石組みを直すことはできたんだろうけども、はい、そのまま玉城君が作った墓じゃないですよね、うんうん、そういうので、歴史上の、もう本当に沖縄の宝って言われてる、もしくは日本の宝って言われてる、玉城長君の価値のあるこの建築物を、はい、モノレールを通すからっていうことで破壊したり移転したりするのはまずいという判断があったとしても、それはもう頷けますねっていうことですね、はい、うん、ある種真奈美さん、あの今まで普通にあのモノレールを通ってて、こういうストーリーがあの、はい、あったっていうのはすごくないですか。そうですね、まあ、一応この、ね、お墓があっていろいろ遅れてるなっていうのは、うん、まあ、外目に感じてはいましたけど、うん、実際こういう詳しい話っていうのは聞くことがなかったので、うん、なんかだからね、僕らもお墓にあの携わる仕事として、はい、今も本当にそうだ、毎日のようにやっぱお墓を移転したいとか、お墓を墓じまいしたいとかっていうのがあるんですね、うん、はい、でお墓ってほら人間が生きてた時の集大成 の, あの、うん、住まいじゃないですか、はい、あのまあ、宗教観いろいろあるかもしれないんだけども、でこの玉城長君はある意味なんていう の, あの別格だったっていうことがこれで見て分かりますよね、はい、あのですから私たちもあのなんていうのかな、あの今日のこの一つのモノレール の, あのことを通して、うん、このあのお墓を尊ぶっていうか、この玉城長君を、うん、あの尊敬してそこまでやったっていう国の姿勢っていうのは僕すごいいいなと思うんですね、うん、はい、あのなんていうのかな、あのなかなかね、あの国がそれだけ余裕がなければやらないと思いますね、うん、おまん、はい、ね、だから僕ね、日本に住んでてね、いろいろ、うん、あの主義主張はあるかもしれないんだけども、はい、幸せだなと思うのは、うん、あのこれだけの公費をかけて、うん、あの迂回する経費、うん、まあ、倍かかったか 1.5 倍かかったかは分からないんですけども、はい、うん、そういうあの文化を大切にするあの風土がまだ残ってるっていうのはすごくいいなと思いますよね、うん、はい、うん、真奈美さん、まだこの玉城長君のお墓って見たことある？いや、まだ行ったことないんですよね、うん、でここに書いてあるんだけど、はい、うん、こうトンネルにあの上に上がってみると正面にこう小さな森があって、はい、反対側の斜面にあの、まあ、うん、ありますからね、あの玉城長君 の, あのプレートが、はい、お墓がありますっていうのね、うん、これを見てのもいいんじゃないかなっていうのをすごく思うんですね、はい、あのそうするとね、あのもっとなんていうのかな、あの玉城長君のことが知りたくなるっていうか、うん、そういう感じかなっていう、はい、ですね、はい、いいですね、ちょっとなんか歴史を勉強したくなりますね、あのルーツだからね、はい、あのそういう感じかなって思うんですけども、はい、この件でね、私が思い出したのは、はい、あの例えばあのさっき文化財の中で貝塚ってあるじゃないですか、はい、貝塚が保存のためにあの国道が迂回したっていうのも あったんですね、はい、これはどこかっていうと恩納村、あ、沖縄県内の話なんですね。そう恩納村の、あれ中泊かな、はい、で貝塚が発見されたわけよ、はいはい、それで当時貝はかん、まあ、エキスポ75っていうんだけど、はい、僕らが中学生だったかな、うんうん、それで真似されるために本当この国道58号線っていうのは、はい、4車線よすごくあの工事が急ピッチになってたらしい、うん、だけども、貝塚が出たので、あの中泊貝塚っていうのが、はい、あの当時すごく
あの出たわけよ、はい、そこで貝塚が発見されたために、あの58号線ルートが思いっきり海側へ迂回したっていう。例えばあのラマダルネッサンスから、はい、ルネッサンスのところ大きく曲がってでしょ、はい、本当は内側から、あ、そうそうそう、あのファーマーズだった、はい、あそこから直進で行くんだけども、はい、その辺に貝塚があるから大きく、あ、だから海側にカーブしてるんですか。そう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 、カーブしてるんですね。それもね、やっぱり当時の人たち の、はい、あのまあ大臣とかね、はい、いろいろいると思うんだけども、うんうん、すごくね、はい、貝塚だから何よっていう話かもしれないんだけども、うん、はい、でもそういう文化をちゃんと残してるっていうことは、はい、国のある意味なんていうの、文化に対する姿勢じゃないかなって僕は思ってるんですね。大きく曲がってるでしょ、うん、はい、そんな感じで、あの当時から大規模な開発によって文化財が破壊されるということが社会問題になってたと、うん、モノレールの迂回も文化財の破壊を、避けるためだとしたら、ある意味健全な発想だったと言えますねっていうことですね、はい、うん、あ、やっぱもうこういう時代の流れで、うん、まあ、壊してもいいやとかじゃなくて、うん、守っていくことが大事ですね。ですからね、今ほら国会で問題となってる、うん、何だったの、なんか偉い人たちがいっぱいいて、なんだっけ、どう忘れした、あ、今ほら、何でした、学者たちが集まって今やってるさ、なんだっけ、任命するとかしないとか、今どう忘れした、ちょっと私もどう忘れ、ね、はい、ありますよね、はい、まあまあ、これはまたちょっとあれなんですけども、うんうん、はい、本当にそういったところでは、はい、やっぱりそういう一見経済活動とは無関係の人たちもやっぱり学者とか、うん、そういう人たちもやっぱり大切な、うん、経済活動ではあるんだけども、その文化を守るっていうのも大きな役割のね、はい、一つっていうことですね、はい、はい、今日はちょうどいい時間になりましたので、はい、タマグスク長君のお墓とユイレールとの関係についてお話ししました。じゃあ最後の曲、まなみさんお願いします。Oh,
今日のはいかがでしたでしょうか。皆さんに最後にですね、聖書の御言葉を分かち合いたいと思います。今日もですね、沈んだ気分に元気を与えるヒント100というところから皆様に、神様の言葉である聖書を分かち合いたいと思います。今日は新約聖書のローマ人への手紙の8章の32節、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。私たちは悪い習慣を断ち切るということは決して容易なことではないことを知っています。自分で問題解決しようとしても失敗に終わり、時には落ち込んだりしたり、自分自身に決して対して怒ったり、苦しみ悩んだりすることがあります。ここに、解決の方法があります。神様は御子イエス様の命さえ惜しまずに私たちのために十字架にかけてくださいました。それは私たちを愛してくださったからです。神様は喜んで全てのものをお与えてくださいました。この全てのものの中には悪習慣からの勝利ももちろん含まれています。神様に近づき、御霊の働きの実は、失意不安にとって変わることのない愛と喜びがあります。ですから皆さんも神様に近づき、全てを明け渡しすると、そのことが体験することができます。必ずできます。どうか皆さんも、神様に近づいて明け渡してみませんか。はい、今日もありがとうございます。来週お会いできるのを楽しみにしてます。皆様の上に神様の恵みが、祝福がありますようにお祈りしてます。ありがとうございます。すごい無事に。ありがとうございます。まあ、丸山さんの助けがないとできないできない。はい、お願いします。